はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、おこです。楽天モバイル、従業員はどれぐらい汚いんだね。それは社員に対してノルマを与えるからだね。だから卑怯な手段を使うんだね。で、こいつが動画でね、アフィリエーターとかをバカにしているね、こういうのから入るなって言っている。楽天社員からの直接以外って言っている。こいつの動画は犯罪だ。三木谷、おい見てるか。お前がピラミッドのトップで卑怯な嘘をついて騙すことしかしないから、社員もみんなこうやって騙してるんだ。ノルマ達成のためにこいつをクビにしろ、バカ野郎。で、このバカ野郎のうちの店ね、内容はとにかく私たち社員からってね、もうノルマの争奪戦からじゃないか。で、まあ、全部ね、おじいは過去にいろいろ動画作ってもどん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 増殖して、こいつらがね、新しいの来るか、もう今全部裏付けねやってるけれども、いいか、もうこれを見て気がつかない日本人はもう終わってる、本当ね。で、ちょっとあれがいいな、これだと見にくいでしょ。待ってよ、本当ね、悪質だよ。で、ちょっと大きな文字にして、で、これでね、うん、これぐらいで見えるでしょ。もうちょっと今日がいい？もうね、これをね、うん、これでわかるな。よし。説明しよう。ね。とにかく、こいつは、YouTube とか、X とか、あと SNS で、ね、楽天モバイルのキャンペーンをね、紹介してる連中を悪人扱いしている。で、そいつらから入ったらダメだって言ってる。こいつは。とんでもないやつだ。犯罪者だ、こいつは。で、こいつは自分の紹介のリンクとして、ここにね、あるんだけど、自分の、あれ？あれ？ちょっと待って、今これ大きくしたのに、なんでちっちゃくなったこれ。よいしょ。よいしょと。Windows 7は。はい、いい？この、こいつの場合は、これが自分の番号なんだ。それで、ここのところにね、おそらくこの楽天社員、わかる？これが従業員のキャンペーンのエントリーだって。だ、おじいがこうやって紹介して、これで見て入ったら、もうこれも向こうってことだぞ。おい、ここのバカ。おい。それどうやって判別するんだ？あくまでもリンクの末尾だろう。で、こいつが YouTube 上の、こいつが、この番号なんだよ。で、この下のところに、ね、楽天社員のこうブログってあるけど、いいか？ね、こいつらの紹介の番号とかもね、あるんだよ。このリンクが。で、これをこいつとブログのところに、じゃあ今度飛ぶと、ここに来るだろう？これ。で、こういうのがね、一番タッチ悪いんだよ。楽天モバイル1万4000キャンペーンのエントリーはこちらっつって、スマホで見てる人とか、あとパソコンでもここからボタンに押しちゃうと、わからないでしょ。これね、パソコンだと、リンクのアドレスをコピーでできるんだよ。そうすると、このリンクのアドレスはどうなってるのかっていうのがわかるんだよ。そうすると、これリンクのアドレスをコピーすると、いいか？はい、こうなるわけだ。いいか、嘘つきの YouTube のね、そいつの紹介番号は、その従業員に割り当てられた番号はこれなんだ。で、下にあったブログのね、
社員に割り当てられた番号はこれなんだ。同じこの R10 っていうのはこれログインのページに飛ぶね、楽天 R10、 楽天2ね、あのこいつの紹介でログインページにジャンプするよっていう証なんだ。いいか。それでここに三木谷がある。ここにね、ここに三木谷がある。でこの大切なお客様へのこのリンクを踏んでここのページに来る。これが三木谷のページなんだ。で我々アフィリエーターはいいか、この三木谷ひろしを紹介してるんだ。この人だよ、この人から入ると三木谷キャンペーン、あのポイントがねもらえて寄付もできるんだよって。アフィリエーターの皆さんはこの人から入るんだよって、この人が従業員だよっていう。どの人が従業員かわからないから、だからその従業員、この人が従業員ですよって三木谷ひろしを紹介してあげてるの。それでこの三木谷ひろしの大切なお客様へって三木谷ひろしの言葉のこのページを見て、この三木谷ひろしのこの紹介リンクで申し込むわけ。ほんとこれを同じように、いいか、リンクのアドレスのコピーね、これをスルー、はい、それでここに貼り付けるね。そうするとこの後ろがこうベラベラベラってついてくるけどね、このページはここまで消す。これが三木谷博士が従業員、まあ、三木谷博士も従業員ね扱いなんで、これが三木谷博士の固有の番号なんだ。いいか。三木谷博士の紹介で入るっていうのはこのアドレスのこの末尾の番号で入るっていうことなんだ。で、あの楽天社員のブログのそいつの紹介からあのボタンを押すとこの番号で入ってるってことなんだ。で YouTube の嘘つき野郎のリンクはこれなんだね。こいつのノルマになるってことなんだ。いいか。でアフィリエーターからね、 YouTube の紹介とか YouTube でも紹介してるからけど、そういうやつから入ったらダメなんだっつってね、そんなこと言ってやがるこいつら、本当に許せねえこのバカ野郎。それで本当ね、このケツの穴に爆竹50本入れて火をつけてやりたい。本当に腹が立つね。だから YouTube を見ながら、おじいみたいな動画を見ながら、それでね、あ、私たちの嘘がバレるっつって、それでそういうことをしてくるんだよ。それでおじいの例えばね、この紹介のリンクってね、この三木谷紹介ってこうやってあるわけじゃん。でこれをね、私の父はこのページで、うるせえこの野郎ね、こうやっていくでしょ。でこの三木谷ね、三木谷社長の案内ページだよっていうことで、これリンクを用意してるわけだ。そうでしょ。でこれを踏むとどこに行くかっていうとね、おじいのリンクはこうやって三木谷ひろしのページを紹介してるんだ。この人だよ、三木谷キャンペーンって従業員って どっから入ったらいいの。おじいのページでもねコメントもらったんだよ。もうずいぶん古いからね、もうその X がどこにあるかわからないんだ、おじいって入りたいんだけどって。あ、大丈夫だよ、ここだよっつって。だこの人が楽天モバイルの三木谷ひろしだよ、この人が従業員だからこの人から入るとキャンペーン対象だよって、我々はこうやって教えてるんだ、アフィリエーターは。それでここに飛んできた、はい、じゃあおじいが紹介したリンク、これね、じゃあリンクのアドレスをコピーしましょうね。コピーするよ、はい。どうだ、同じだろう、当たり前じゃないか。だって X から飛んでも紹介しても、だってここに三木谷博士がいるわけで、この人の文化のこの紹介のボタンから入ってんだから、コンピューターがこれで判
判断してるんだ。でこのねおじいが前あのここのね楽天社員、楽天モバイルをね応援してる場合楽天社員があってやつ名乗らないけど、でこのこれねこいつの場合はアフィリエイトリンク経由でお申し込みされた方、念のためにご確認ください、正しくキャンペーンエントリーされていない可能性がありますっていうことで、こいつの場合はまだ正直にその無効なリンクのアフィリエイターかもしれないよっていうことをこれ書いてるんだよ。これ過去に紹介していくけど、で一部アフィリエイターに要注意、これねじゃこの人はまだこの一部アフィリエイターに要注意ですよって言ってるんだよ。この YouTube のバカ野郎は YouTuber とか、ね、ブログとかね、あの従業員でない人の紹介リンクはあダメだって言ってるんだよ、ね、この嘘つきめで、ちゃんとこっち側の楽天社、もうこの人はもうノルマ達成しちゃってるからもうあの更新しないんだけど、でこの人の場合はそういうリンクがありますよとね、そういうリンクからでご注意くださいよと。でちょっとこっち側を大きくしようか。もう怒り震えてくるよ本当。うん、それでこれねこの三木谷社長のスペシャルページ、ね、を案内する一部アフィリエイターにご注意くださいということで、でこれはね本キャンペーンについて楽天従業員のアフィリエイター、インフルエンサー、ブロガーの、ね、多く紹介しています。楽天モバイルの感染増加に ご注力いただいており誠にありがとうございますってお礼まで書いてあるんだよ こいつは。で楽天従業員とアフィリエイターの紹介の違いっていうのがこう書いてあるんだけどね、こういう番号でってちゃんとこいつは正直にこういう番号で案内してますよっていう、楽天従業員は楽天の短縮 UR 形式のこういうので紹介してますよってちゃんと書いてあるね。でアフィリエイターは三木谷社長ページを、ね、あのジャンプ先として、こういうアフィリエイトリンクでを使って、紹介してるけども、アフィリエイターによってはアフィリエイトリンクを分からなくするためクリック検索のためになんかこういうのを使う場合があるよと、まあ、確かにいるよねこういうのね。でアフィリエイターにおいては、ね、アフィリサービスプロバイダーにより獲得に応じて、ね、成果報酬を受けている条件で広告として掲載している。ただこの、ね、アフィリエイターの紹介方法によってはキャンペーン対象外になる懸念がありますよっていう、その内容をしっかりとこの人は書いてある。まず、この、ね、条件というものがあって、この楽天従業員から送られてくるキャンペーン URL 紹介リンクから楽天 ID でログインすること、いい？これだよ。楽天従業員から送られてくるキャンペーン URL 紹介リンクね、この紹介リンクから楽天 ID でログインすること、元気なおじいのやつだってそれ三木谷ページのところからログインしてるでしょ。だからそれなんだよ。私を含めた楽天従業員の紹介の場合、紹介リンクキャンペーンページ申し込みの動線になります、ね、アフィリエイターの場合、アフィリエイトリンク三木谷社長特別案内ページお申し込みはこちらボタンが紹介リンクから紹介ページとなります。これね元気なおじいの場合、ね、これアフィリエイターの場合って例えば元気なおじいの場合、アフィリエイトリンクが三木谷社長の特別案内ページになってるでしょ。そうでしょ。でお申し込みはこちらのボタンの紹介のリンクがあって、そのリンクから入るとキャンペーンページのにジャンプして申し込みなんでしょ、ログインして、でその三木谷番号でちゃんとログインするから三木谷紹介になるわけじゃん。で、それは三木谷社長ページをね、ジャンプ先としてアフィリエイトリンクを設定されている場合は問題ありませんって書いてあるわけで、例えば元気なおじいを含めてたくさんの YouTuber がいるわけで、 X でとかいろんなところで拡散する人がいて、おじいと同じように三木谷ページをジャンプ先としてね、紹介してる人は問題ないんだよ。だって三木谷の紹介の番号でログインするから。でここからね、しかしながら
一部のアフィリエーターにおきまして、アフィリエイトリンクキャンペーンページ申し込みの動線で紹介されております。アフィリエイトリンクのこれジャンプ先をキャンペーンページに設定されているケースです。この場合、紹介リンクから楽天ログインしておりませんので、キャンペーン対象外となりますね。で、実際にこのような掲載をされているアフィリエーターを確認しています。本キャンペーンをきっかけにお申し込みいただいた契約者様にご迷惑をおかけすることとなるため、発見次第担当部門は情報連携をしております。該当の方にはね、 ASP 経由でご連絡が入るかと思いますね。正しいアフィリエイトリンク系でお申し込みされた楽天モバイル、ね、ご契約様におきましては、ご自身が、ね、ちゃんとなっているかどうか確認してくださいっていう。でそういうのを見つけ次第に、そのアフィリエイトリンクの会社に連絡をするから、その人に連絡をして、三木谷ページにちゃんと正しくしなさいよって指導をしているってことなんだよ。元気な味はもう8月からずっとやってるわけ でしかも元気な味は変なとこじゃなくて、楽天 TG アフィリエイトの正規のもう部署がもう横にあるところのやってるんだからね、これね。だから全然問題がないわけだよね、この楽天社員だって問題がないこと、なんで従業員以外はダメなのかっていうね、これが書いてある、この可能性が。ただ本当こいつの場合はね、私は従業員以外からダメだ、あと紹介だ、ね、社員じゃないやつ、ね、そうやってYouTuber とかそういうのも含めて全部ダメだってこいつは言ってるんだよ。こいつは悪人だ、嘘つきだ、この野郎は本当悪いやつだ、こいつ、この野郎、名前出せこいつ、この嘘つき野郎、悪いやつだこいつは。そうやって騙して一般の正規のアフィリエーターを潰してね、自分たちのノルマ達成のために嘘をついて、やり方があまりにもう卑怯すぎる本当で、こういうことだよ。このね、最強プランのここはおじいのリンクから行っても、三木谷から直で行っても同じ申し込みっていうのが分かったでしょ、分かったでしょ。で、ちょっと待っててね、上にしとくかね、よいしょ。でここのお申し込み、こちらを押して、で、おじい忘れちゃったな、パスワードね、メールはちょっと待って、忘れちゃったな。ちょっと待って。めんどくせえな。ほんとめんどくせえな。記憶してないから、ほら。ブラウザーに記憶すると、Google に記憶すると、ほら、ハッキングされるじゃん。おじい、一回やられてるからさ、記憶させないんだよ。ね。はい。で、これが、三木谷ページから、ね、ジャンプすると、ここに飛んでくるわけだよ。いい？理解できるよね。このページから、ね、お申し込みはこちらってやると、この三木谷の紹介、この HXL8XW で入った人は三木谷キャンペーンのだよっていう証拠になるわけ。わかる？で、この番号以外から来てるのは従業員に割り当てられたやつだから、三木谷キャンペーンではない。だから寄付をしない。この番号と一致するのだけ寄付をするっていうカウントになってるの。わかる？だからこっちがおじい、これがおじいのリンクから飛んだ三木谷キャンペーン。これがダイレクトと三木谷キャンペーン。同じ番号だからね。で、これが嘘つきの番号で、これが嘘つきのとこにあったブログの方の番号でね。こいつらノルマ達成のためにね、嘘をつきながらね。
だからか年末まで30人なんだろう本当。でこのページに飛ぶ。でログインしたらこのページに飛ぶんだけど、アフィリエーターによってはこのページをリンク先にしてるからログインしてないよねってことで、それは無効だよってことなんだよ。わかる？だからどのアフィリエーターもみんなこのページにリンクがほとんどあるわけで、ね、YouTuber はバカにするなこの野郎畜生。ここを紹介してるわけで、ここを紹介するっていうのは三木谷博史を紹介してるわけだから、このボタンを押すってことは三木谷博史の番号でログインするってことなんだ。だここのページは有効って社員が書いてあるんだ、ちゃんとした。でこのジャンプ先はログイン後のページなんだ。だここをアフィリエイトとして使ってる人から入ったらログインをしてないからログインが確認できませんでしたになっちゃうよってことなんだよ。だここの申し込みページから入っても紹介のログインをしてないからこのページから入っても無効だよってことなんだよ、そもそもね。だあの三木谷紹介か従業員のあのこの番号ね、これ番号、この番号、このリンクを踏んでこのページに来るわけだから、これがなくてね、他に直接リンクがないわけだから、ここにジャンプしてくるこのリンクから飛んでこないと、このリンクから飛ばない限りここに来ることは不可能なので、だからこれが紹介のリンクになるんでしょうってこと。これログインするときのこのページが、これが紹介ログインになるの、この番号が。電話でもあの確認してるからね、あのコミュニケーションズに、その通りでございますって。ただあのわけのわからないたまにいるんだって、ここをアフィリエイトのジャンプ先にしてるのが、そういうのを踏んじゃってるとキャンペーン対象外になっちゃうよってことなんだよね。後追いログインとかね、あのそういうのを知ればいいけども、わかる？わかる？こいつの話を聞いてるとね、従業員以外の紹介、例えばね、あの YouTuber とかって、おいおい喧嘩売ってんのかこの野郎、貴様顔出せこの野郎、おいこいつこいつ、おいババアこの野郎、楽天関連だったらあのこの番号を見ればわかるだろう、この犯人が誰か。おいおいババア、お前のしてることは犯罪だぞ、日本国民アフィリエイター全部敵に回してるぞ、おい従業員からの直紹介じゃないと全部無効なんだ、ダメなんだって、嘘言い踏み回したかってこの野郎、10日前の動画だな、汚い野郎だ、汚い顔だからこっち向かないんだろうデブ、本当卑怯者だこの野郎ね。だからここもね、あのおじいが前にこれ紹介してるけどね、楽天社員が楽天モバイルを応援するブログして、まだこいつの場合はね、同じように社員以外から入らないでくださいって言ってるけど、社員以外から入らないでくださいっていうのは、それはあの個人の紹介もあるわけだしね、みんな楽天モバイル入ってればほら ID 持ってれば紹介できるわけでね。だから本当ね、そのこのデブのババアね、こいつは許せないよ本当。三木谷なんとかしろよ、この動画あんまりとこにアップするからな、あのリンクつけて、そういう悪い。でもあれか、あの詐欺師のピラミッドの子分だから本当ね、てめえが一枚あの寄付しないで済むようにあれだろ、目をつむるよな、およくやったって感じでね。まあ、とにかくね、そういうことなんだよ本当。あのほら過去にもね、 YouTube の男の人がいて、その人はこの番号でって全部この番号の意味をね解説した動画があったけども、随分古くなっちゃったからね。
とにかくいい、あの三木谷キャンペーンはね、ご会社まで、ね、従業員キャンペーンはあの違うだろう、ね、とにかくこの番号でログインする、これが三木谷キャンペーンのフラグの条件なんです。だからまともな従業員のあのブログに書いてあるように、このログインがしてないと無効ですよってことなんだよ。でアフィリエーターでもちゃんとその従業員を紹介してるね、そのページに飛んでるのはあの有効ですよと、ログイン後になっちゃってるのは無効ですよと、ちゃんと正しく解説してる。この YouTube の卑怯者のデブのババアね、こいつはそういうことを一切あの書かないでね、要は有料誤認するようにね、私たち以外はダメなんだって、てめえらのノルマのために嘘ついてるだけだろお前らは、こうやってきちんとした解説をしてみろ、何がどうダメなのか、あなあ、お前の番号をこうやって出てね、あのこんな人いるんだって、おじいの鏡見てこの人知った、この人から入ろうって、で入ったら無効だってことだぞ、おいババア、おいデブのババア、それで入ったらお前のポイントになるんだろう、でも無効だぞそれは、お前の言ってることだと、あ従業員がどこにいるか分かんない人に対して道しるべ案内したティーアップしてるんだ、これが三木谷さんですよっつって、 YouTuber は三木谷さんを紹介してるから、お前らデブのババアなんか紹介しないからな、おお、だノルマの邪魔になるんだろう、だからアフィリエーターを触って邪魔者にして嫌がらせするんだろう、おい三木谷、これがお前のやり方かよ、やらせ方かよ、これが楽天モバイル式かよ三木谷なあ、三木谷くんねえ、安倍定みたいな顔になってるけど、あんた三木谷くん、三木谷くん安倍定になってるよ、これが楽天流なのか、お前の従業員がこんなことをしてるんだぞ、おい、楽天モバイルが始まった頃からずっと何年だ、3年か4年目か、こんだけずっと動画作り続けていろんなことをサポートして、正規のアフィリエイトリンクまで声かけられて、であの使い捨てにされて、数字が落ちたら使い捨てにされて、それでもこうやって応援してるのに、お前らの従業員は我々 YouTuber とかアフィリエーターをこんなクズ扱いしてるけどいいのか、三木谷、連絡よこせよ、お前海外行ってる場合じゃないよこの野郎、連絡よこせ三木谷、なめんなよおじいを、畜生この野郎、本当お前が気がつくまで何度も何度もこの動画リンク付きでコメントしてやる、恩をあだで返すってこういうことだ三木谷、バカ野郎ふざけるんじゃない本当に。ということでね、このインチキのデブババアがね、こういう嘘の動画をねいっぱい拡散してるけど、騙されることなくね、いろんな SNS、 YouTube や X やブログとかね含めて、三木谷博士をこの人ですよってね、ティーアップしてる、ここにジャンプするアフィリエイトリンクは有効なんですね。こういう悪質な従業員から入るのはやめましょう、ね、まだ本当
まだ本当こっちもね違うページではね、従業以外から入らないでくださいって書いてあるけど、従業以外から入らないでってことを言うってことは、あの紹介なしの直接とか、あと個人のね QR コードでほら紹介すると6000ポイントと1万3000ポイントがあるでしょ。だそういうので入らないでって言ってるだけなんだよ、ね、だちゃんとこのね理屈でアフィリエイトリンクはいいものと悪いものがありますよっていうね、ちゃんとこうやって説明するページがあるのにね、なんで最初の頃はこうやって出るんで、後からあの YouTube でああいうインチキもんばっかり、しかもてめえの声で出さない、これ全部一人でやってるんだろう、このジャンプ先のブログとかも全部一人でやってるんだろう、あんなあのゆっくりくん使って本当ね悪いやつだこのデブババ。本当三木谷君、はい、そこでね、ちゃんと元気なうちはね、この楽天従業員さん、ね、従業員キャンペーン、おじいは三木谷博士を従業員としてね、この人から入ると対象よって、この人をティーアップして紹介してるんだからね。でこの人の口説き文句のページを見て、ここから入ってくださいっていうので入ると、この三木谷リンクになるわけだから、だからおじいの紹介で入るわけじゃないからね、おじいはおじいの紹介リンクがあるね、持ってるよ紹介リンク。でもこれは三木谷博士の紹介番号だからね、元気なおじいの番号じゃないからね。しかもこのログインにする、これは従業員しか持てないリンクだからね、おじいのリンクじゃないからね。三木谷博士でログインしたよっていう、三木谷キャンペーン対象になるよっていう番号だからね、これがおじいのリンクからのやつね、ジャンプ席から入った場合、これが三木谷の X から入った場合同じだからね、これね。でこの他の従業員って名乗ってるやつは、これの後ろがみんな数字がみんなバラバラで、こういう番号で割り当てられてる番号だからね。ね、その説明を過去にもしてるけど、ちゃんとね入る人は騙されないで、こういうことを理解して入るようにしましょう。ね、今ね楽天モバイルが自分らの会社でね、正規の楽天 TG アフィリエイトやってるおじなんかもこれずっとやってるわけだからね、登録して、で何かがあればすぐ連絡して、ね、このリンク間違ってますよって来るんだよ、間違ってないんだよね、当たり前じゃん、おじいほど目立つ人いるわけないじゃん、本当ふざけんなよ本当ね。本当ね、振り回されないようにね。でこういうリンクはね、別の人のうっかり入っちゃうとね、いろんな人のやつを見てて悪い従業員の口が乗ってね、ログインしちゃったら、どんなにおじいの動画見て三木谷ページから入っても、先に悪い従業員のリンク踏んじゃったら、そいつの紹介になっちゃうからね、本当三木谷キャンペーンにならないからね、うん。本当ね、こういう動画を定期的に1週間に1回ぐらい作っとかないと、本当次から次と悪い従業員がてめえに課されたノルマ達成のためにね、ガンガン嘘をつきやがる、本当。ああ、楽天モバイルの自分たちがやってるか会社のアフィリエーターまで、しかも YouTuber をバカにしてるからな、こいつの動画。YouTube やってくれる適正三木谷キャンペーンを紹介されてる方がいますけど、紹介されてる方は楽天の従業員の方ではありませんので無効です。ふざけんじゃないよバカ野郎、ここに紹介リンクあるのでこちらから入ってくださいって、汚ねえ野郎だなおめえ、本当、ね、さあ汚い子供たちをいっぱい持った親玉、どう判断するんだ、うん、クビにするのか、しないのか、ちゃんと指導できるのか、無理だろうな、あんたバカにされてるもの、プラチナ回線ね、6月だかに開始するだしないだって言ってて、で4月だか5月だかにね、三田氏が
ね、答えてた正式に記事になってた、正式発表ではありませんから、三木谷博史に聞いて記事になった内容が正式発表じゃありませんから、ね、そうやって言われてるんだよ、ね、あなたはね、ピラミッドの下からバカにされてるんだよ、あなたの発言は公式ではないと言われてる、ね、まあね、いろんなことがあるけどもね、そういうことです。であと、このね、嘘つきデブババアね、従業員キャンペーン、三木谷キャンペーンの適用かどうかをね、教えるダイヤル、ね、専用ダイヤル、誰も知りません、それを特別に教えます。そこのダイヤルにかけてもキャンペーンの有無なんか教えねえだろう。しかも約束できるもんではないし、そうだろう、嘘つきめ、なんて卑怯なやつなんだ。おじいの過去の動画で全部問い合わせてる、全部めくれてるわ。これも全部マニュアル通りにやらせるんだろ、三木谷、みんなが同じこと言ってるけど、そんな番号なんかもみんなバレてるし、何のあれですかって、あ、ここは何、こういうことね、他のこのダイヤルはね、従業員キャンペーン、三木谷キャンペーンの適用の可否専用ダイヤルでございます、それ以外受け付けてないダイヤルをね、内緒かって言って、で嘘じゃん、かけると、どんなご用件ですか、おい、キャンペーンというのもじゃないの、あ、違うのかって、そうですよって、全部残ってんだろ、おじいの過去にボイスの録音が、ね、じゃあこれ大丈夫なのかとかね、じゃあこれダメなのかで、いや、実際に確約するまではありません、実際にその時になってみてね、もしなかったらまた適用されていなかったら改めてご連絡くださいってね、ここで大丈夫でしょうと言ってももらえなかったら、ね、抜かれる気させるだけでがっかりさせてることになるので、で、もう確実とは言えませんって追求すると、そうやって言うじゃないか、バカ野郎、キャンペーンの適用限りどころか、ログインが確認されないぐらいしか言わないじゃないか、嘘つきでもババア野郎。楽天の社員だったなんだったら誰なのかきちんと名乗れよ、卑怯者め、ね、はい、そんなわけでね、この動画を見て理解できた方ね、コメントしてください。理解できない人も何が理解できないのかコメントしてください。楽天社員はこうやって自分たちのノルマ達成、年末までに1人30人なんかノルマ達成のために嘘ばっかり、こいつらで、あとなんだっけ、こいつら個人活動をやらして、でも一人捕まえると1万円だけか確か報酬がね、ネットに書かれてたよね、本当お金じゃなくてポイン、自分たちのあれにポイントがもらえるって、お金で配布じゃなくて1万ポイントもらえるんだって、アフィリエーターより全然たくさんもらえるのにね、だからこいつら小じきのようにね、YouTuber とかアフィリエーターを小バカにしやがって、ひどいやり方だ。なんで他の YouTuber とかアフィリエーター怒らないんだ、こういうことに対して。なんで抗議しないんだ。怒るところは怒れよ。アホか。もう終わるけど、三木谷くん。三木谷くん。ね、こんな安倍定みたいな顔してないで、しっかりしろよ、ね、はい、終わります、本当気分が悪い。